ミゲル・アンヘル・ペリコ、アロンソ・ヤルビでは、スペイン・ギプスコア県トロサ出身の元サッカー選手、元サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー。スペイン代表。レアル・ソシエダ、FC ・バルセロナ、CE ・サバゲルの3クラブでプレーし、K10 シーズンでプリメーラ・ディビシオン K10 シーズンで273試合に、出場して42得点を挙げた。 1980年から1982年には、スペイン代表としてプレーし、自国開催の 1982FIFA ワールドカップに出場した。ギプスコア県トローサに生まれた。24歳だった1977から78シーズンにレアールソシエダでトップチームデビューした。1980から81シーズンには33試合に、 出場して3得点を挙げ、チームはリーグ初優勝を果たした。1981から82シーズンには31試合に出場して7得点を挙げ、チームはリーグに連覇を果たした。この黄金期のレアルソシエダには、ヘッスマリア・サトルステギ、ヘッスマリア・サモラ、キーパーのルイス・アルコナーダ、アルベルト・ゴリス、ロベルト・ロペス・ファルテ、アグスティン・ガハーテ、イナシオ・コルタバリア、 若手のホセマリア・バケエロなどがいた。1980年9月24日にハンガリーのブダペストで行われたハンガリー代表との親善試合でスペイン代表デビューした。1981年11月18日にポーランドのウッチで行われたポーランド代表との親善試合で代表唯一の得点を挙げた。2次リーグ敗退に終わった1982フィファ。 ワールドカップ後にスペイン代表から引退した。ワールドカップ後の1982年に FC バルセロナに移籍した。1982から83シーズンにはコパデルレイで優勝し、1983から84シーズンにはスーペルコパでエスパーニャで優勝している。1984から85シーズンにはリーグ優勝したものの、 自身は2試合に出場したのみだった。1985年には、セーグンダ・ディビシオンの CE、サバデルに移籍し、1985から86シーズンにはプリメイラ・ディビシオン昇格を助けた。1986から87シーズンの第1フェーズは17位だったが、第2フェーズでは15位に順位を上げて、降格を回避した。 1987から88シーズン終了後にはセグンダ・ディビシオン降格となり自身も現役から退いた。いた。1988年の現役引退後すぐに指導者キャリアを開始し主にバスク州のクラブの監督を務めた。1998から99シーズンにはセグンダ・ディビシオンのエルクレス CF をセグンダ・ディビシオン B に降格させている。 1999から2000シーズンの残り10試合では、レアルソシエダの監督を引き受けたが、シーズン終了後に指導者を引退した。息子のミケルアロンソとシャビアロンソもサッカー選手であり、いずれもミッドフィールダーとしてプレーしている。それぞれレアルソシエダでプレーし、シャビアロンソは、リバプール FC、レアルマドリード、バイエルン・ミュンヘン、スペイン代表でもプレーした。ありがとうございます。